激からジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回はですね、宮城県石巻市にありますインドレストランガネーシャ石巻店さんに来ております。こちらね、もうその名通り、インドカレーが、本場のインドカレーが楽しめるということで今回もやっていくんですけれども、辛さレベルが選べます。で、一応ね、メニュー表にはね、なんか5辛まで、1から5までしか書いてないんですけども、なんかこう聞いた話によると、なんか 100とかそれぐらい、50辛とかできるよと、もっと汗かけるよっていうことをコメントいただいたんで、まあ気力今日はね、ちょっと100からにちょっと行ってみようかなと思います。でね、あんまりね、ちょっとね、レビューが載ってないもんですからね、ちょっと正直怖いなと、ちょっと手探りでちょっと今日はこの激辛カレー、激辛をちょっと楽しんでいこうかなと思います。それでは早速行った人の感想を見ていきましょう。今日のお昼ご飯は母と兄とインドレストランガネーシャ石巻店に行って食べてきました。自分はガネーシャ B セットのキーマカリーとチキンバターマサラカリーを注文しました。特にナンがとても大きく食べ応えがあったのが嬉しかったです。店員もとても明るく優しく良かったです。また行きたいです。店員さんもね、ちょっと明るくていいということでね、じゃあまあ、ね、とりあえずちょっと今日はね、激辛、勝負していきたいかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、それ早速中入ってきたんですけどね、こちらメニューがあります。結局ね、僕が頼んだのはこのスパイシー B セットのシーフードカリーで、なんですね、はい、こちらにいます。ガネーシャから辛いもの好きにおすすめっていうぐらいの、あ、優しいですね。このスパイシーカリーセットっていうのがあるんでね、はい、これの100辛です。ちょっとどうなるかわからないですけども、ちょっと得体の知れない激辛カレーが来るかなと思いますので、ちょっと楽しみですね。こちらがシーフードカレー100辛、めちゃくちゃ豪華。いただきます。さあ、シーフードカレー100辛お手並み拝見させていただきます。からですからね、3桁いっちゃいました。楽しみですね。じゃあちょっとまず、スープ、ルーからいきましょうか。ルー、いただきます。じわじわきますね。じわじわくる。こう相当いろいろなこうスパイス。一応ね、これ見たところもね、これ、本場のインドから取り寄せた、30種類の、約30種類のスパイスを使用してます。複雑な感じがします。じわじわきますね。一口でもう顔の周りがふわーっとこう熱くなってきました。魔法のスパイスが効いてる。サラダもね、パンパン落としてますけど、これナンも店頭で今こうやってこねてタンドールの釜で焼きます。ボルテージが上がってくるよ。ナンも大きいのも顔隠れちゃうよ、これすごいもん、これこんなに大きい、こんなに大きい、すごい。
しかももちもちですから。いい感じに辛いわ。絶妙。心地よいシーフードの香りがしますね。これは美味しい。たまりません。そしてじゃあこれですね。こちらがこれなんかアチャールといって、インドの漬物ですね。漬物。していきましょう。幸せに。タッカレでも全然美味しいです。旨味感じます。もう旨辛ですね。旨辛というか心地いい辛さということで、半分ほど食べ終わったところでここでいきましょう。おい辛さ、はい、今日はですね、こちらの卓上にやっておかなか、一味か七味か分からないです。一味ですね。一味唐辛子っぽいのがあるので、これをちょっと足していこうかなと思います。思いのか入りすぎちゃったらちょっとドバッといっちゃいましたけど、どうなんだこれ、大丈夫かな。おいからバージョン、変わんないな、あんま変わんない、変わらない、変わんないですな。インパクトはありますけど、今になってこのダメージがこうほぐれてやってきました。今すごい唇の方が痺れてきて、からバトルにケリをつけたいと思います。ありがとうございます。 OK、 おいしい、デリシャス、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ガネーシャ石の巻店さんの、シーフードカリー100から辛さレベル、じゃじゃじゃ、辛さレベル6です。6です。はい、もう食べ終わった直後もね、もう口元がビリビリと痺れる、それぐらいの辛さです。はい、まあ、以上でこの、本場インドからの取り寄せた30種類以上のスパイスを使っただけあって、非常にこう複雑なご汁の豪華なね、複雑な味で、もう体の内側からこう温まるような、そんなメニューかなと思います。まあ、でスパイスはね、もうスーパーで買える漢方薬みたいなものなんでね、非常にこう健康にも良しと
ということなんですね。これ、ね、セットだとサラダとあっちゃあるか、サラダもついてくるんで、まあ、セットで頼む方が、お店的にはおすすめかなと思います。で一応辛いもの好きに関してはこういったこのスパイシーカリーセットっていうのをこう用意されてるんで、一応ねこの辛さ増し料金は一応かからないので、まあ好きなだけね今回100辛やりましたけども、まあ正直ね100辛も50辛もあんま変わんないんじゃないかなと思いますけども、まあぜひ激辛好きの方は、挑戦してみてはいかがでしょうか。ということでね、あとで全然この関係の話になりますけども、まあ、今回ねちょっと東北遠征で、まあ、東日本大震災とか、ね、川沿い、ここの東日本大震災とか結構石巻に関してもまあちょっと津波の被害にも現れたところが多いくてですね、まあ、このお店に関しては、震災後にこうやって、震災後に、ここに出店されたらしくてね、まあ、こうやって、まあ、この料理を通して、復興の、まあ、ちょっと僕もちょっといろいろとこう街を見てきましたけども、まだまだね、なんかこう復興途中の、ところが多いので、まあ、こういったお店に行ってね、僕もこうやって撮影するだけでも、まあ、ちょっとこう、ね、なんかの力になれたらなと思っております。まあ、ぜひね、これ激辛でこのお店で、まあ、ついでにというわけじゃないですけども、まあ、この他にも、そして新鮮のスポットとかいろいろありますので、ね、ぜひそちらの方も、来て激辛を食べて、そういうスポットを行かれてみてはいかがでしょうか。はい、非常にちょっとこうなんていうか、こう思うものがありました。まあ、ちょっと、ね、それにつながりサブチャンネルで流してますね。ぜひそちらの方もチェックお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。